野生児、ピーター野生児ピーターは、1725年の春、ドイツのハーメルン付近の森で発見された男児。後に、ジョージ一世により、英国に招かれ、教育を受けたがほとんど、言葉を話すことができなかった。スウィフトの小説のモデルともなった。発見された当時、彼はおよそ12歳で、裸で動物のように四つんばいになって歩いていた。 人が近づくと規制を上げて、木々の間を逃げ去った。草と葉を食べて生きていたとされている。発見された当時、裸の褐色がかった黒い髪の生き物と報告された。ピーターの老い立ちに興味を抱いたジョージ一世によってイギリスに連れて来られた。ピーターは清掃をさせられて王宮の会食のテーブルに着いたが、マナーを理解できなかったため大騒ぎとなった。 彼は、パン以外、野菜、果物、生肉を大量に食したと記録されている。1726年春、森へ逃げ込み騒ぎを起こしている。彼が連れ戻された時、大太子ヒキャロラインの近くで暮らすことを望み、彼女の計らいで、王室のペットとして、彼女のウエストエンドの別荘で暮らすことが許される。ピーターは、毎朝スーツを着込むことには、熱心だったが、 夜は床に丸まって寝たとされている。ピーターに関する興味と憶測は、ロンドン中を騒がせ、懐疑的なジョナサン・スウィフトによって、風刺とからかいの対象となった。彼の肖像画の入ったポスターは、今も残っている。野生児、ピーターの墓ピーターに対する教育は目立った成果が、なく、言葉も、ほとんど話せなかったとされている。1728年には、 キャロライン妃の別荘を離れ、ハートフォードシャーのノースチャーチにある農家に移り住むこととなり、ピーターは農家の手伝いをして暮らした。生活費として大家から年35ポンドが、生涯の間、支給され続けた。ピーターは人と音楽を好み、疲れるまで奇妙なダンスに熱中したとされる。 そしてあちらこちら徘徊し、何度も不審者として逮捕されてしまうため、ついに名前と、住所入りの頑丈な革の首輪がつけられてしまった。ピーターは1785年2月22日に、亡くなった。推定70歳没。その墓は、ノースチャーチにある、セントメリーズ教会の入り口に現存している。 ピーターが森で生き抜いた期間はおよそ1年間であろうと推測されている。その後の研究でピーターの行動が軽度の自閉症と父親から受けたネグレクト及びその後森で獲得した習慣の複合であろうと考えられている。ありがとうございます。